こんにちは、新式ポ第5週は、新式ライフプロファイル協会の吉原美由紀と会長の須藤久美子です。はい、2人でお送りいたします。ね、もう長い出会って2000年に須藤さんとは出会ったのでもう長い24年になります。24年になります。人生四半世紀を共に過ごしてきたこの2人で今日はですね、この美しい美腸ライフスタイリスト、そして一般社団法人ね、腸活サポート、腸活協会協会広報担当でいらっしゃる、美しいですからね、はい、北垣香織さんをお招きしていろいろと深掘りさせていただきたいと思います。運気のねポイント、開運のポイントなんかをお届けしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さてですね、須藤会長と、北垣さん、どういうお知り合いで出会ったんですかね。はい、BNI というね、経営者の集いというものがありまして、そこで交流会のようなね、オンラインで会った時に、うんうん、まあ美しい方とそしてまたね、見た目も美しいんですけど、言うこともすごい素敵だなと思ったので、うん、じゃあ今度ゆっくりねお話ししましょうということで、うんうん、そこからお付き合いが始まってもう1年ちょっとぐらいになりますかね。最初は、出会いの場はじゃあリアルではなかった、オンラインだったんです。オンラインで、はい、今時ですねオンラインで出会ってそう、最初の印象がね、そのやっぱりお美しくて、またね、うん、賢いシャープな方です、うん、そう、これはねライフプロファイリングからも出てるので、これはまた後半にね、北垣さんのライフプロファイリング大公開みたいな、はい、お話ししたいと思います。さて、先ほど美腸ライフスタイリストなんていうねネーミングでご紹介しましたけど、結構いろいろなご活躍ですよね。もともと、ね、会社での仕事もバリバリされてるし、その腸活のこと、最近ねよく腸活って聞くじゃないですか、うん、健康とか美とかにいいっていう、これ何最初に関心持ったの、きっかけはどうだったんですか。最初は私自身が、まあ、今よりも、まあ、今も、ね、そんなに超スレンダーではないんですけれども今よりも10キロ以上10キロ太ってた時期がありまして、でそれをちょっとさすがにどうにかしないと、と思っていろいろ調べたりとかして、うん、まあ、実は運動経験もなかったもので、運動するっていう方向にできるだけいかない方向にで調べた結果たどり着いたのが腸活っていうところ。じゃあ運動しないで、ちょっと待ってください、運動しないで10キロ痩せたってことですか。そうですね、わお世の今皆さんね拍手喝采してる方が多いと思います、うんうん、まあ、もちろん もうちょっとね、うん、見た目を良くするとかっていうところだと、うん、絞っていくっていうこととか、うん、ボディメイクっていうところは運動だったりとか、うん、トレーニングっていうところが必要だとは思うんですけれども、まあ、不要なものを落とすみたいなところですかね、うん、適正体重に近づけるだったりとか、うん、まあ、いわゆる健康体に近づけるっていうところでいうと、うん、まあ、お食事だったりとか生活習慣っていうところが、まあ、大事なのかなというふうに、まあ、出会ったのが、うん、まあ、4、5年前とかですかね、うん、でもやっぱり周りの方は驚かれたでしょう。 10キロって結構見た目もだいぶ変わりますよねそうなんです、実は私が腸活を本格的に始めたのは、うん、コロナちょっと前だったんですね、うんうんうん、でその後完全に自粛期間が何ですか、リモートワークに変わってしまい、うんはい、その後、うんうん、リモート期間が明けないまま転勤したんですね。あれですので元いた会社のメンバーとリアルでお会いしてさよならすることなく転勤をしてしまった後もダイエットを続けていたので、うん、次に出会った時はもう半年、別人半年以上経ってから出会って、なんか遠くにいる人誰みたいな、会社に遊びに行っても、それは驚かれます、まあ、人の変化って確かにね、まずこう見た目が変わってくると、まあ、自分でもちょっと気がつくし、しばらくすると人もねあらって変わって、だんだんにだと10キロって言っても、ね、2年ぐらいかけてですか。1年半くらいですかね。でもね、1年半でもね、だんだんだったらまあすごいね香りちゃうんだけど、それ突然あったら誰って本当に、いや誰かと思ってました、なんか遠くの人っていう感じで、顔も違うでしょうしね、本当に
っていうのが、うん、あのスタートでしたね。お肌もねすごい綺麗ですね。ありがとうございます。そうなんですね。でそれでお勉強されて資格取られて。あ、そうですね、うん、あのそこで勉強を、ま、始めたはいいんですけれども、うん、まあ、元々が自分のあの健康とか、うん、あのダイエットっていうところにしか興味がなかったところから、ちょっと父が体調を崩したりしたところもあって、うん、あの、まあ、どうにかあのもちろんお医者さんにお世話になったりとか病院にお世話になったりはすると思うんですけど、うん、別の生活習慣だったりとか環境のところから何かサポートできないかなと思って、そこから本格的に勉強を始めていたら、まあ、気づいたらなんかいろいろ資格を取っていって頭のいい方です。いえいえ、で、あのいいサプリメントを教えてもらっては伝えたりとか、うん、こういう生活習慣してみてねってことで伝えたりとか、うん、っていう風な感じで、あの父のためにやってたら、まあ、ちょっとずつお仕事にもなってきたっていうのが最初の始まりですね。でもやっぱりご自身がね10キロって本当10キロどうします、須藤さん、10キロやれっていうことですか。いやいやいや運動しなくていいんだよ。ね、いいですよね。お父様はどうだったんですか。でもあのその後普通に元気にもなって、うん、まあ そんな別にね、あのものすごく悪い状況ではなかったんですけれども、あの普通にあの調子が良くなってっていうところで、うん、あの今も、まあ、元気にというかですね。ある意味腸活で人生変わったっていう経験をされたということですよね。うんうん、そうですね。私自身もですし、うん、周りの方が、ね、あの元気になってくださってるっていうのは非常に嬉しいですね。うんうん、やっぱりこう心と体ってイコールだから、うんうんうん、やっぱりこう例えば会社勤めされてて、はい、まあ楽しかったでしょうけど、うん、やっぱりある程度こうちょっとストレスとか、うん、そういうのもあるから、やっぱりちょっとホッと食べてしまったりとか、うん、多分そうだと思うんだけど。うんうんそうですね、そうついついこうね、あの外で、うん、あのコロナ前ですから、うん、ね、なんか飲みに行ったら2時間行っちゃうとか言ったら、はい、いろいろ飲んだり食べたりね、うんうん、お勤めしてるとやっぱりそのお付き合いとか、うん、そういうストレスとかでなんかでねっていうのは多く聞きますけど、そうですね、まあ、だからある意味コロナも良かったってこと。そうです、私にとってはっていうところで、うんうん、それまでの生活が本当に週5、6飲んでた。強いってことですか。好きなんですね。あの、まあ、それこそお付き合いもあったり、あのいろんな中で、あのそれくらいの飲み食いをしてたところだったのが、まあ、ストップできたっていうところも、まあ、一つ、まあ、良かったことなのかなというふうにはある意味。この完成、今皆さんねご覧になってると、この完成された美しさですよ。いやいやいや、まだまだ。ついこの間ですね、結婚式、私フェイスブックで拝見しました動画。ありがとうございます。ありがとうございます。美しかったですね。すごい、女優さんみたいですね。本当に本当に、ね、幸せオーラがだから今こうキラキラキラってされてるんじゃないでしょうか。そうか、そう、今先ほど、はい、あのね、こうあの腸活、そのなんていうか美腸、うんうん、まあ、腸を美しくするとか、うん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 、それからそのライフスタイル、結局その方その方 の、うんうん、あのこうじゃなきゃダメっていうのはないんですよね、うん、あ、その方その方の考え方もあるし、うんうん、どんな風なところをなんかメインにこうアドバイスしたりとかされてるんですか。そうですね、あの、まあ、これしてくださいとか、うんうん、これしちゃダメですよっていうところは、うんうん、私がしんどいところもあるので、うんうん、私がそれをやれたらしんどいところもあるので、うんうん、まあ、普段の食生活であるとか、うん、ライフスタイルであるとか、うん、まあ、あとはまあお仕事の、うん、例えば立ち仕事が多いのか座りっぱなしなのかっていうところも、うん、まあ、ありますし、外に出れる環境なのかそうじゃないのかとか、うん、まあ、いろんなことを、まあ、生活のことをお伺いして、例えばあのおすすめしたいことが5個あるけどどれならできそうみたいな感じのことを聞いたりしながら、かなり緩くスタートをしていただくっていうことを、あのおすすめはしています。だから先ほどのご自身のね10キロとか、うん、お父様の健康のこともありましたけど、うん、今までそのアドバイスした中で、うん、こんな人がいたとか、なんかそういうのってありますか。なんかね、そうですね、うん、あの、まあ、例えばっていうところで言うと、あの私普段ぬか床講座とかもしているんですけれども、うん、ぬか床講座に、まあ、来ていただいた方から、うん、あのまあそれが原因かは分からないですけれども、うん、なんかお通じが良くなりましたよとか、うん、あのなんか肌がすごくツルツルしてきましたとか、うん、あの
体脂肪がそれ以外のこと何も書いてないのになんか減りましたとかっていうようなことの、あのご報告をいただいたりとか、また腸内フローラ、あのお腹の中の、まあ、菌の状態っていうところの、まあ、検査キットを使って の、 あの調べっていうところもさせていただくんですけど、あ、そういうのがあるんですね。科学的に出てくる数値が、あ、そうですね、そうですね、あの、まあ、いわゆる、まあ、採便をして、あの研究所に送らせていただいて、その方の例えばあのビフィズス菌とか、乳酸菌とか、酪酸菌とかがどれくらいのパーセンテージでいるのかとかっていうのを確認させていただくことがあるんですけど、なんかどうしてもあのお腹のお悩みがあった方っていうのが、あの例えば下痢を誘発するような菌が多そうだなみたいな、でそれをバランス整えることによってあの何年もあの解決できなかったあのものがあのちゃんと形見えるような状態であの改善しましたみたいな。やっぱりそれって食生活とか、まあ生活習慣もあるんでしょうけど、改善できるんですね。もちろんその、できるとは申し上げにくいところではあるんですけれども、まあ、ただあのいわゆる腸内環境のバランスが良くない状態から、あの良くなる方向っていうところへの、あのアドバイスっていうところをさせていただいて、あの、まあ、もちろんあの医学的なこととかっていうところは言えない部分だったりとかもあるんですけれども、まあ、腸内環境を良くするという観点からこういうことしてみたらどうかなとか、あの、まあ、こういう方法もありますよっていうことをご案内してみて、本人ができる範囲で取り入れていただいた結果、あのいいご報告をいただくっていうような感じですね。見える化させるって大事なことなんですね、見えないですからね。そう 見えないからね、しかも、まあ、素人ですけど、腸ってすごく大事って、そのホルモンとかね、そういうのもなんか脳でとか思ってたけど、腸の方がほとんどって、例えばご機嫌ホルモン、セロトニンとかね、幸せホルモンっていうのも腸が、あの、まあ、90% 作りますよとかっていうのも言われるんですけれども、はい、なので、まあ、そういった、まあ、見えるか、簡単な見えるかでいうと毎日のお通じを見てもらう、それが、あの、どんな形してるのかとか、どんな色してるのかとか、あの匂いがきつすぎないかとかっていうのを見ていただくことで、まあ、腸の状態を見ていただくっていうこともできるんですけれども、まあ、それをよりもっと詳しくっていう形で、まあ、そういった、数値化されてますもんね。数値化するプロファイリングみたいですね。そうですね、来ると思ったよ、今来ると思った。そう見えるか、数値化、曖昧な、そうですよね、そうなりますよって言っても、その前と後とかね、ビフォーアフターみたいなのがはっきりそうやって数値に表されたら、もうなんかおやるしかないと思いますね。そうですね、プロファイリングと一番違うところは、あの腸の状態変わるっていうところですね。その検査というか、あのチェックをするごとに変わる可能性が、まあ良くも悪くもあるんですけれども、まあ、それで言うとプロファイリングがどちらかというと DNA 検査に近いところかなっていうイメージですね。DNA は変わらない、一生変わらないので、まあ、こういう体質であるとか、こういう性質であるっていうところは変わらない中で、でも日常生活で変えられる部分、努力で変えられる部分っていうところを、その腸のチェックをしていくっていうところはあるかなと思いますね。わかりやすいですね。なんかちょっと調べてみたくなりますね、どういう状態かって。まあ確かにね、便とか見ればわかるけど、でも本当にその日和見菌とかよくいるとか言うから、どっち味方するのみたいな感じだけど、さてさっきね、ぬか床の話がありましたけど、まあ日本がね誇るぬか漬けでございますよ、あれってどうなんですか、世界的に見てぬかって日本なんでしょう。世界的に見たのはちょっと私も勉強不足なところがあるんですけれども、やっぱりぬかって、まあ、玄米から白米に精米するときに剥がされた部分がぬかなので、そうするとあの米食をしてるところじゃないとないのかなっていう、結構ね、あのお米は結構アジアはね、東南アジアの方、まあ、中国も含めて大勢やってるから、しかし中国の料理でぬか聞いたことないな、あまり聞いたことがないです、ね、あるのかもしれないです、ごめんなさい、知らないだけかもしれないけど、でもなんかね、麹は日本だけのね、あの菌だっていうのは聞いたこと、黒菌ですね、黒菌って言いますけど、ぬかもなんかなかなか聞いたことがないなと、そうですね、でも私も本当に活動の中で知ったんですけど、ぬかって実は400年くらい前からあるらしくて、ぬか漬けなので最古のものは300何十年前のものからつながってるものが、
の北九州にあるという噂だけ聞いたことがあって、でも北九州ってぬか炊きっていうのもありますよね。そうですそうです、ぬか炊きも郷土料理みたいな、ぬかでどうするの、ぬかで煮物を作るんです。私のイメージ土手煮みたいなイメージなんですけど。あ、そうです、うん、あの行くと買ってきまお味噌代わりみたいな感じ。そう、そんな感じの、あんな感じで、あ、でもなんか酵素の関係でお肉とかが柔らかくなるそうですよね、うん、ね、まあ、よくね、ぬかは私もちょっと昔母がちゃんとやってて私が引き継がなかったので、うちが今むっていう感じその三百何十年も続いてる、すごい今一瞬いいお家なんだろうな、ね、でそれは神社だったと思います、持ってらっしゃるのが、うん、担当がついてそうですね、カビさせてはいけないとか、ね、よくでもね、そうですね、祖母とかがね、こうちょっと足しちゃーこやって、足しちゃーやって、うん、でなんか酸っぱくなると、うん、なんかからし入れたりとか、うん、昆布入れたりとかね、うん、してたのは覚えてますけど、うん、でも自分が続かなかったんでちょっと今罪悪感でもぬかかき混ぜてるだけで色白になるとか、うん、それはありますね、つるつるになるとかね、うんうん、そうなんだ。でもいいですね、ぬか漬け講座、どんなこと具体的にぬか漬け。そうですね、あの、まあ、詳しくはぜひね、あの体験もしていただきたいんですけれども、あの、まあ、腸活幅広くお伝えしていく中で、まあ、ストレッチやったりとか、うん、ちょっと腸 の, あのこの辺に大体あの詰まりやすいんだよっていうようなお話ししたりとか、うん、あの便意のメカニズムみたいな話っていうところも最初にしていくんですけども、うん、それもそもそもぬかって何っていうところからお話からしていくんですね、うんうんうん、意外と来ていただいた方にもぬかって何か知ってますって言ったら、いや、あのなんとなく来たけどぬかって何か知りませんみたいな感じの方もいらっしゃったりとかぬか漬け講座なのにかす漬けと間違えられてきた方もかけすいらっしゃったりもしたんですけど、うん、まあ、そのぬかとは何か、まあ、そのお米の話だったりとか、うん、その、まあ、玄米から白米に変わった時の変遷みたいな、うん、その時にその玄米にあった栄養素の、うん、まあ、9割以上がそのぬかに行っちゃうので、うん、そうですね、まあ、白米の方に、うん、まあね、あの栄養価が少ないというところから来た、うん、あの江戸時代の体調不良の話だったりとか、ですよね、そういうことでね、うん、なんかそんな話から、そうです、そうです、素晴らしい、そういったところからのお話、うん、いかにそれが大事かとか、ぬか漬けに入れることでどれくらいビタミンが増えるよとか、うん、増えるんですか。あ、増えるというかですね、あのただのキュウリがビタミンキュウリになるみたいなイメージですね、ぬか漬けにするという。ただのキュウリってほとんど水分あのキュウリをぬかに入れると、うん、じゃあビタミン B1 が8倍以上に増えるよとか、なんかそういうようなこととかを、うん、あのもう少し細かくご説明させていただいたりとか、うん、日本にとってちょっと神話的なお話、なんでその稲がその日本にこう普及したのかというかですね、アマテラスがこうやったんだよみたいなお話、楽しそう、ね、行きたくなりました、行きたくなりましたようなお話を、はい、させていただいて、ね、どうしてもこう稲作ってこう大陸から弥生時代に来ましたっていうけど、うんうん、実は6000年前の縄文時代のね、青森の遺跡からお米が出てきたりとかしたので、うんうんうん、もしかしたらこれ最古の、うん、世界最古の、ね、うん、お米かもって今言われてるじゃないですか、うんうんうん、あの歴史の教科書にはまだ載らないですけどねでも実際出てきてもしまってますからね、うんうん、やっぱり日本人にとって切っても切れないし、うん、で前は全部食べてたけど、ね、そうやって白米にした頃から栄養素のところがもったいなくなっちゃったわけですね、うんうんうん、そうですね。でも白米って美味しいじゃないですか。美味しい玄米、私は玄米も好きなんですけど、うんうん、白米は白米の美味しさがある、うん、ありますね。でその白米を美味しく食べつつ、どうやってそのぬかの栄養を取っていくかっていうところで、うんうん、始まったのかなっていう、うん、さっきのキュウリの話は画期的だね、漬物とご飯おにぎり、ビタミンキュウリになる、本当栄養食品ですよね、うん、やっぱりそういう日本の、ね、伝統とかって再認識しなきゃいけないって、うん、今ちょっと聞いただけでもね、うん、思いましたし、うん、これ北垣先生の講座に行かなきゃって、行きたくなりますよね、行きたくなります ね、 ね、ここですって出ないけどあ、なるほどですね、うん、和食ってすごいってことですよね、そうですね、世界遺産ですか、うん、世界文化遺産、それこそね、先ほどお話があった、うん、あの国金のその、うん、何でしたっけ、工事名前が出てこなかった、工事がもう日本食のスターターキットみたいな、うん、味噌を作るにも、うん、醤油を作るにも、うんうん、必要ですもんね、必要ですよね、でまたあの旨味って
て、うん、今旨味でいいらしいですよ、世界的に旨味、日本語のな、そういう感覚はないんですって、旨味っていう、そうそう、例えば昆布の出汁とか、うんうん、カツオの出汁とかの、あの旨味っていう、うん、あれが味の中に、例えば甘いとか辛いとか苦いとかね、あのなんかいろいろあるじゃないですか、うん、酸っぱいとか、うんうん、その中で5つの味の6個目に旨味っていうのが来て、今そのまま日本語で通じるって、まあ、料理人の人たちはって、だ日本のね、こうなんか伝統とか文化とかにですよね、うんうん、大事に、科学的に大事にしている、うん、こういうのだから子どもたち、まあ、私たちも知らないから今偉そうにちょっと、ね、言えませんけど、うん、やっぱり伝えていかなきゃいけないし、うんうん、子どもたちがやっぱり知るといいですね、そうですね、教えて、そもそもから教えてくださる、うんうん、いや本当にお子さんが、まあ、小学校の高学年くらいの方がいらっしゃってくださると、うん、あの大人向けの講座もものすごく理解をしてくださいますし、うん、逆にあのお母さんと一緒に来た3歳とか4歳のお子さんとかは、うん、あの講座の部分は、ね、あの遊んでることが多いんですけど、うんうんうん、あのぬかを混ぜるところは、あの、まあ、泥遊びほど自由じゃないかもしれないですけど、うんうん、あのそんな感じでこねてくださって、うんうんうん、あのまあ、それまでぬか漬けを出しても食べなかったようなお子さんが、ちょっと匂いがどうだとか何とかって言って食べなかった、うん、普段慣れてない、うん、あの味で食べれなかった子が、うん、あの自分が混ぜたからっていうので食べれるようになるっていうのも、ね、まあ、一つの食育なのかなという、ね、それいいですよ ね、 ですよね、それいいよね、なんかね、例えばぬかの人参とかナスとかもすごく美味しいじゃないですか、うんうん、なんか人参嫌いの子とかも、うん、あの甘みが分かったらすごいいいかもしれないですね、うんうん、楽しそうだね、みんなでこうやって、ね、いろんなものを楽しそう、うん、まあ、食育の一つに、例えば、うん、あのベランダでトマトを作るとか、うん、あのそういうのも一つ、ね、あの大事、自分が収穫したから食べるとかっていうのも、うん、自分が育てって水を毎日やってっていうのもいいんですけど、うん、ちょっと時間かかるので確かにすぐじゃないか、明日すぐに始まらないところがあるので、ぬか漬けはすぐですか、もうすぐですか、もちろんね、あのぬか漬けも本当に一から作ろうと思うと、うんうんうん、あの塩とぬかと水から始めようと思うと、うん、1ヶ月半から2ヶ月くらいかかりますけど、ね、うん、一応私はキットを使ってるので、うん、あのもうある程度出来上がったもの、うん、あの漬物屋さんで作っていただいてるものをこう、よくスーパーとかで売ってますよね、うん、こうチャックがついてるやつに、はいはい、どもうぬかが入ってる状態でとか、はいはい、まあ、見た目はあんな感じのものを今使ってます、うんうん、いやでも大事大事、うん、そういうなんか日本のね文化とか伝統のものとかね、うん、大切にしていくって、うん、やっぱりもちろんいろいろなね食べ物は楽しみたいけど、はい、世界中のいろいろね、うん、美味しいものも楽しみたいし、そういうことができる時代に生まれたのも幸せだなと思うけど、うん、まあ、だからこそね、なんかそういう本当に大事にしていくっていう、日本人の体に一番合ったものでしょうからね、うん、合ってますよね、うん、よく腸の長さが違うとかって言いません？なんかチーズとか牛乳とか、うん、日本人は欧米人と違うからね、腸が長い、合わない、うん、草食動物ね、ね、いや本当本当うちの母がね、もうそれこそ若い40代の時に、うん、あの子宮筋腫になって、うん、子宮取り出す時に腸が癒着してたんですって、うん、ちょっと大変な状態、うん、だから腸かなり切っちゃったんですよ、大変、あ大変でもない、あの1日トイレに行くたんびに出るわよっていう、短いから短いから、あそうかいいのか悪いのか、まあ89歳でね、今年もうすぐ90になりますけど、元気でボケずにいるのもおかげさまですけど、そういいな超短い人って思ってましたけど、まあある意味長いっていうことは、それだけ最後の最後まで栄養素を取ろうと、粗食でもなんとか栄養素を取ろう、ちょっとケチ臭かった今私長そうだもんまあね、そんなね、北口さん、さてちょっと結婚のことも聞いていいですか、はい、お結婚のことそれ腸活始めた頃からお付き合いしてた方ではない、ではないですね、初め付き合ったのは2年ちょっと前くらいからですかね、じゃあ BNI の方ってその経営者の方のなんかこうネットワーキングのね、大きな組織の中で出会ったって聞いてます、うんうん、あそうですそうです、あの同日入会なんであ、そうなんですか、たまたま同じ日に入会して、同じ日に宣誓式をして、なかなかそんなことないじゃないですか、ないですないです、赤い人ですね、やっぱりご縁だ、赤い人だ、そうなんです、で私たちが出会った時はもうお付き合いはして、あ
ちょうど1年ちょっと前ぐらいですよね。結婚が決まった頃ですかね。だから最初から幸せを思ったガウタンビーに美しくなっていく気がするみたいな、そうなんですね、うん、さあこの後はね、この後半はライフプロファイリングのことをちょっと深掘りしていくんですけど、うんうん、ご主人はその今の腸活のこととか、はい、そういったことを応援してくださる。あ、そうですね、うん、あの非常に応援してくれますし、あの私よりもまめに、うん、あのぬかを混ぜて食べます。幸せ、素晴らしい。あの私はズボラなので、それこそ放置しちゃうことがあったりとか。わかります、うん、あの同じズボラな深層心理が3で、あの講座をしておきながら、うん、あのなんですけど、あの過去にも何回もあのやり直しをしたことが。サウナ好き完璧怖いありますので、はい、ご主人の方が割と熱心、割と例えばお花とか飾ってても、うん、こまめに水やを変えてくれるのは優しいですね。私ではない。素晴らしい。それライフプロファイルも出てます。どうなんだろう、どうでしょう。でも神の人なので、はい、とりあえずそうだ、できるできる、優しいですね、うんうん、真面目で、真面目でコツコツちゃんと持続ですね、飽きずに持続してやっている、うん、やり続けられる人ですね。それすごい、うん、なるほどですね。でもなんかちょっとさっきちらっと聞いたら、はい、ご主人様もなんかお茶とかそういう食に関する、うんうんうん、食って言っていいんですかね、うんうん、なんか関するお仕事されてるっていうか、はい、なんかこうその辺も合うっていう感じですか、うん、和の感じで、そうですね、そうか、日本茶、うんうん、日本茶、ね、まあ、たまたまですけど、うん、あの彼が扱ってる多くのお茶が、うん、あのまあ、いわゆるオーガニックって言われるようなものとか、うん、無農薬と言われるようなものを、うんうんうん、たまたま扱っているので、それこそ私の周りにいらっしゃる方、その美容とか健康に気をつけてらっしゃって、うん、できるだけ添加物を抑えたいとか、うん、農薬を抑えたいっていう方には、うん、あのまあ、喜んでいただいてることもありますね。まあ、たまたま修行に行った場所がそういうとこだったっていうだけのスタートではあるんですけど、でも同じ価値観があるから、うんうん、なんかこう、うん、恋に落ちたそして結婚されてっていうね、同じ価値観で大事ですよね。Facebook、うん、で動画発見しましたけど、ヒロエンのハンさんもね、美男美女ですよね。たくさんの方にね、なんか応援されてて、あ、やっぱりいい感じだなと思って。じゃあちょうど結構お付き合いして1年ぐらい、同日入会からあれちょっと待って、同日入会から1年ぐらいの時にはもう結婚が決まってた。いえ、もう少し先ですね。もう少し先ですけど、はいはい、あまりね、プライベートな、すいません、おばさん、おばさんしっかり出ましたね、本当にね。とんでもない、ではまあこの後ちょっと CM を挟んで、うん、ライフプロファイルのことについてね、うん、ちょっと深掘りさせていただきたいと思います、はい、では CM 動画をどうぞ。ライフプロファイル協会なのでライフプロファイルのね、ちょっと深掘りをしてみたいなと思うんですけれども、あ、この今ピンポンパンって聞こえましたかね。時々こういう放送が入りますね、お許しください。はい、じゃあご自分で、自分のライフプロファイリング養成講座とかも出られて、認定プロファイラーも取られたので、なんか最初にそのライフプロファイリングを須藤さんからこういうものだよって聞いた時ってどんな感じでした？そうですね、うん、あの、まあ、すぐ割とやってみたいっていう気持ちがあったのと、うん、私結構小学校とか中学生くらいの時からそういうなんか、まあ、占いじゃないですけど鑑定みたいなのを教えていただいて、うん、友達との相性を見たりとかっていうのはずっとやってきたので、うん、なんか懐かしい場所に戻ったみたいな感じの感覚で今もさせていただいているんですけれども、あのそれこそ
310億通りっていうところが、まあ、自分の取説としては素晴らしいなと思っていて、私もともと人材会社にいたので、まあ、1日に何人の方とも面談をしたりとか、まあ、この方をじゃあこう後押ししていくのにちょっとこう引いた方がいいのか、ちょっと声をかけた方がいいのかっていうような、あの パターン化みたいなのは、まあ、仕事の中で学んだり、そういったちょっとレッスンを受けたりとかっていうのがあって、でなので、それは大体4通りとかですよね。なんかこう、積極的なタイプとか、ね、そうじゃないタイプとか、でその後も、まあ、いろんなご縁の中で、例えばエニアグラムとかを学んだりとか、エニアグラムも9タイプ、まあ、もしくは18タイプっていうところで、もちろん健全度とかによっていろいろ違うんですけど、で例えば初対面の方を見るとか、生年月日を知らない方を、まあ、何かしらお付き合いの中で考えるっていうところは、すごくそういったものが使えると思うんですけど、じゃあ自分のことをもっと知るにはっていうには、なんかちょっとどうなのかなって思った部分もあったんですそう。でその中で、マヤ暦っていう存在を知った時に、マヤ暦はもっと広いじゃないか、260通りなので、その4とか98とかっていうよりは、マヤ暦こんなに自分のことが分かると思ってたんですけど、それよりもはるかに多いっていうところだったので310億ってどういうことみたいなあ、なんか自分のことをこんなに知れるみたいな感じの喜びというか、なんか自分がどうしていいか分かんない時の指南書みたいなイメージとして、あるといいなっていうには思いましたね、すごい分析的やっぱり、ね、パワーカラーがどうぞ、私はご自分を青です、はい、深層心理が深層心理が感ですね、はい、ラインパーソナルが王です、はい、王です、もうね、こう王二人ですから、王二人です、王二人、感二人ですね、感、そうだ、すごい、色ここ黒、黒二人すごい三人、トライアングル、あ、そう、ね、それご自分のその、まあ、それを言うと、青い感で正感の王っていう感じですけど、ここまでのところはどこが自分らしいとか、なんか例えば勝ちパターン負けパターンでいうと、自分ではどう捉えてますか。そうですね、まあ、自分らしいがいいかどうかあれなんですけど、勝ちパターン負けパターンの私感の性質で、まあ一家が本当に時々出るなっていうのはもう反省としても思うところがあって、でもその私が王の性質を知れてよかったなと思うのが、私すごい冷たい人だと思ってたんですね。冷たい人というか、その何かみんなでミーティングをしたり、人誰かのことを何か励ましたりするってなった時も、例えば会議とかでみんなが良かった点をすごく言える中で、私問題点ばっかり気になってたんですよそんな、でも確かにいい部分はあるかもしれないけど、こんなところもこんなところも改善した方が良かったのにって分かるいうのをすごい思ってしまってて、なんか自分がちょっと性格が悪いというか優しくないんじゃないかって思ったりとか、問題解決型リーダーですからオーバーって思っていて、なんでこんなに周りの人は人を褒めることができるんだろうとか、いいところをこんなに見つけてあげれるんだろうっていうことにちょっと悩んでたことがあったんですね。こうね、よく王の方って洞察力がするのに、こう見る視点がね、だからあっちもこっちも全部気になるみたいな感じすごいよくわかりますか。ものすっごくわかりますいつも例えばね、お付き合い長いってね、24年目に入りましたけど、お付き合い長いとやっぱりこう旅行してたりとか、あとまあ普通の時でも、みきちゃんの人こうだよねとか、すごい鋭いんですよ視点がぼーっとしてた私みたいな感じで、ああ王の方って始終そうやっていろいろ見てるんだ。人間ウォッチング楽しいんです、あ、そうか、人間ウォッチング、人間観察しますよね、認められたい
なるほど。だから自分をそう冷たいっていうか、うん、まあ、そういう、うんうん、あのネガティブというべきか、その、ね、みんながポジティブな、なんかいいところばっかり見てるけど、あっちも気になる、こっちも気になるのに、みんなここで言わなくていいのみたいな気分になってた、うんうん、あ、そうですそうです。ちょっと刺したくなるって言い方おかしいけど、なので、なるほど、ちょっとあの意見を出したくなるとか、うんうん、ちょっと反発したくなるっていうところをどう抑えていった方がうまく付き合えるのかなとか、うんうん、本当にみんなはこれ気にならないんだろうかとか。わかる、それね、うん、本当にみんなこれどう思ってんの、うん、っていう、重要じゃない、うん、ここみたいに思ってました。でもそれを全部言っちゃうとダメ、うん、これダメですか、言っちゃうと ね嫌われます。あれみたいな、なんかあの体験とか経験がありそうですね。まあ、やっぱり特徴ですごく自分でそれが分かったってことなんですかね、うんうん、そうですね、うん、私は別に悪い人というか、うん、あの冷たい人全然じゃなかったかもしれないっていう、うん、特徴ですね、王がすごく出てたってことですよね、うん、でもだからうまくいってるってことなんですか、ね、そう、ね、自分の特徴がうまく出て、その通り、まあ、勝ちパターンも負けパターンもその通りっていう方が、うん、うまく生きれてるってことですよね。だって、まあ、須藤さんが会長がね、最初にあのこうライフプロファイルってすごいの、みゆきちゃんとかって言ってる時に、自分で調整できるんだよって何言ってるのかよく分かんなくて、うんみたいな。確かにね、こう自分で気がつくことって大事じゃないですか、うんうん、あ、勝ちパターンで今うまくいってる、しかし負けパターンも出てるから、はっと気がついて、うんうん、その時に今ちょっとこう改善すれば、うんうん、もっと人間関係とか、うんうん、そこ大事ですよね、うん、のかってやっぱり器大事ですよね。こう自分が成長していく、こう器みたいなのが、やっぱそこに人がついていくというか、だからなんかこう強い目標が必要ってよく王の方は言われますよね、うんうんうん、あの須藤会長はね、最初にこの教会作る時に、みゆきちゃん私10万人にするからみたいな、笑われますけど、って、ね、本気です、本気です、本気です、本当に。でもその強い目標に向かっていくところが、なんかやっぱりついていきたくなるところ、うん、そういう意味では強い目標どうですか、今お持ちでしょうか。目標を立てるのが苦手なんですよね、うん、それはどこから来てるんだろう。例えば勘だから、うん、私たちここ勘なんですね、はい、深層心理、歓喜の勘、楽しいことが大好き、うん、ワクワクする未来がこうあると、そこに向かって最短距離でね、うん、こうガガガっていくような集中力とか勢いを持ってるって言われる超ポジティブな、うん、なんですけど、この目標が萎えてしまうと、目標とか向かうところがね、うん、ワクワクしなくなると、うん、まあ、いっかみたいな、うんうん、ちょっと糸の切れたタコみたいにフラフラしてしまうこともあると言われてますが、そうだから私も最初に読み解いていただいた時、かゆりえ先生に、みゆきさん3年後の目標はって言われて、私はありましたけどね、はい、ありましたけど、うん、そう苦手、その苦手はどこから来るんだろう、ね、それさえあればすごくうまくいく感だけど、どこから来てると分析してますか。私過去型なんですけれども、うんうん、まあ、そこが一番なのかなとは思ってますね、うん、ハートレベルが 4. いくつと 4.5 です。 4.5、うん、アクティビティレベルも1700万、そうですよね。1700万、私から言わせるといつもエスパーという方がここにいらっしゃいます。いろんなこと感じちゃうから、先ほどの あれも感じる、これも気がつくっていうのは、まあ、王だけじゃなくて、そのアクティビティレベルのその繊細さ、うんうんうん、すごくその目に見えるものだけじゃなくて、人がその考えてることとか、こう感じてるんじゃないかみたいなところまで含めて、うんうん、すごくこう入ってくるなんか情報が、目に見えるものだけじゃないっていうところがまた特徴なんでしょうね、うんうん、いろんなことが気がつく。あれはいくつなんですか。カルマプレイスとか、もう一つが、ハートレベルとか、うん、ハートレベルじゃない、うん、もう一つ満足度、満足度、うんうん、そこでカルマプレイスってあれでしたっけ、達成度は達成度と満足度ですね。達成度が、うん、あのなんだっけ 7.3 とかだと思うんですけど、ね、7.3、うん、なので、うん、スタート立ち上がりが、うん、ちょっと遅いけど、うん、継続は大できる、うんうんうん、もう一つが満足度は高い、もう一つは表層が高くて、うん、深層がちょっと5とか6とかあの辺、うんうん、あでも5とか6あれば、ね、実行もするしね、両方持ちですね、うん、両方持ちだから大丈夫、うん、そっか。
目標立てるのがね苦手まあでもそういう方って今まで過去型の人はね、皆さん聞いてる中にもいらっしゃる4ってハートレベル4っていくつって、うんうん、まあ、この2人はあの未来型で6なので目標大好きみたいな、なんかこう、うん、あの数字だけじゃなくてこうなってるはずみたいな、こういうみんながこういうふうな顔してるはずみたいなところまで具体的なビジョンまでありのの逆算で今があるので、うんうん、目標立てるの大好きな2人で、だから私も研修トレーナーとかしてる時に目標立てるのよ、半年後夢を叶えるのよとかって言わせてたけど、あれ6の人にしか通じてなかっただろうなで、まあ、翻ってみるとやっぱりその過去型の方って今までやっぱりやってきたことを精査していく、うんうん、そしてその連続、そのショートなんかこうショートステップっていうか、うん、スモールステップか、うん、そうそうそう、こう来たからだいたいこのあとこういう風に行くだろうみたいな、うん、ちょっとずつのなんか未来を想定するのが苦手って皆さんおっしゃる、うん、見れないですもんね、うん、そう未来ですね、あのこれはね5の現在型の人も無理だっていうんですよ、うん、なかなか具体的なあの売上いくらとかって言えるんだけど具体的なそのイメージみたいのはなかなかつかないとおっしゃる、まあ、6の方はねあの得意だって話はしましたけど、うんうん、そうやっぱり不得意なことはできないので、うん、これ今までやってきたことはどれだけでも振り返れるじゃないですか、うんうんうん、その連続でどうしていきたいっていうのがもう見えてるはず、多分ちょっとずつのスモールステップ、うんうんうん、その連続でいくしかないですよね、無理に未来見なくてもいいけど、うんうんうん、でだから楽しくやるのがコツなんじゃないですかね、それは言えてる、うんうんうん、楽しくないとやらないでしょことはやらないですよ、ね、楽しいのがポイント、そしてちょっと目先の楽しさに逃げてしまうところがあ、それちょっときつい、あのすごいわかる、うん、いつも須藤さんを見て反省する、え、なんでですかいいですか、置いといて、私のことは置いといて、で北垣さん、そう、なるほどですね、こう結構特徴的な、ね、ライフプロファイリングだよね、うん、そうなんです ね、うん、アクティビティレベルとかも、あ、そうですね、まあ、全部ねそれが認定プロファイラーとしてお勉強してるからこそ、うん、今日私が、うん、何ですか、どうしますかって全部聞いたのは、うん、勉強してるから、うん、これ大事で、うん、例えばそのライフプロファイリングね、こう専門家がちょっと読み解いても、うん、理解するのも絶対難しいですよね、うん、1回2回で全てに、うん、はい理解しましたなんて人いないし、うん、まあ、理解したとしてもそれをなんか生きていく、うん、それに沿って自分の本来の成功パターン 100% ならなくても、まあ、近づいていく努力をすることが会長のおっしゃる能力を開発する、うん、占いじゃない部分ですよね、占いじゃない能力開花していくって、うん、その部分でもこれ前提のその理解のところがないとなかなか聞いたことだけでこうなんかそうかななんて思ってると、うん、なかなかうまくいかないですね、うん、まあ、10万人に広がるためにはこういう勉強してちゃんと自分のことがまず理解できて、うん、他の方のこともアドバイスできる人が増えてくれるといいです ね、うん、ね、ちなみに今年はパワーフローはいくつなんですか、今年はついに7になりました、うん、おめでとうございます。去年まではいくつだったんですか。去年までは、うんうん、あの低いか赤が続いてて、うん、去年は赤の6だったんですけど、あ、高いじゃないですか、うん、高いは高いんですけどね、3年連続赤、真ん中が4かな、うん、赤4赤みたいなようやく黒の時代がようやく黒の時代黒7、私赤7みたいな、いいですね、何を言ってるんでしょうみたいな感じです、ね、まあ、しかしあの一人一人運気のこの時の時に時のことをですね、あのすごく自分が他力が使えて自分一人でひっちゃきにならなくてもいい時にやっぱりここでねこの今年ダッと出ていかないと、そして皆さんの力をもらわないとですね、よくね時々運気のいい方、つまり他力がいっぱい使える方でも甘えられないんですとかね、あのめったに人に頼み事ができないっていう人がいるけど、私からするともったいないって本当にやっぱり大事なことは、私の言い方でいくと旗をあげるって言い方しますけど、私はこれをやるんだみたいな、これをやりたいから協力してみたいな言える方、ずっと言えなかったですね、本当に言えなかったですけど、最近ちょっとずつ言えるようになってきたかなっていう、特にねあのライフパワーフローの高い数値の時は、それしないともったいない、もったいないです、他力が使える時ですね、今年はね、私もようみんなに頼もうお願いみたいな、そう7なんてねめったに言えこないので、素晴らしい、そう
まあ、ちょっと最後になってきましたけど、じゃあこれこの後ね、そのスモールステップ的に言うと、先ほどお話しした、うんうんうん、こう今までの実績みたいのがあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、最初はこう人材の仕事されてきて、うんうん、で採用とかのね、あの今でもちょっとそれもやってらっしゃるって、うんうんうん、いろんな方見てきて、それからその割とこうなんていうか東洋医学的な、うん、腸のね、この心と体のバランスみたいな今、うんうんうん、でぬか床の話されてましたけど、うんうんうん、これからとその連続でいくと、この先のちょっとした先の今とか、うん、ちょっと先とか、どんな風なイメージされてますか？そうですね、あの、まあ、私は大前提として自分と家族の健康っていうところとか、うんうんうん、自分と家族の幸せっていうところを、まあ、一番にこれからも置いていきたいなというふうに思ってるんですけど、うん、大事ですよね、その気持ちだったりその力というかっていうところを、うん、あのご家庭に広げていきたいなという気持ちがあって、うん、なのでその親子活動みたいなイメージで、うん、お母さんとお子さん、まあ、お父さんももちろんですけど、うん、のぬか床講座みたいなっていうところをこれから広げていきたいなって、うん、さっきおっしゃってたあれですよね、うんうん、子供がぬか漬け食べないのにぐちゅぐちゅってやったら食べるようになるっていうこれいいですよね、うん、なんかそういうのをちょっと今年はやっていきたいなっていう、うんうんうん、なんかこうね、ママの手とかパパの手とかも一緒にこう、うん、手の菌も入るじゃないですか、常在菌っていうのがね、大事、なんかこうファミリーのママだけじゃなくて、うん、パパも混ぜる、うん、子供も混ぜるとか、うん、なんかすごいファミリーチックな感じで、これいいですね、すごく、うん、他にやってらっしゃる方っていうんですか、その親子でぬか床ってどうでしょう、うん、でもお子さん向けの講座やってる方とかも、うん、あのいるはもちろん いますし、うん、あの私たちが所属してるスクールでも、うん、あの子供向け講座っていうのもあるんですよ、うんうんうん、なのであのお子さんの食育っていうところを中心にやってる方っていうのもいらっしゃるんですけど、私はどちらかというとなんかセットでできたらいいなと思っていて、うん、お母さんたち、お母さんお父さんの食育とか、うん、そのまあ一助になればいいなと思ってるのが、私はどちらかというとあの料理するのが好きなんですけど、うん、そうじゃない方もいらっしゃるなっていうのは、うん、ぬか床講座来ていただく方のお話を聞いてるとすごく思うところがあって、うん、まあ、つけとくだけでおかずになる、うん、例えばゆで卵とかつけておいても美味しかったりとか、タンパク質も取れるし、そうなんですよ、ゆで卵聞いたことなかった、塩味が入るってことですね。そうですそうです、味がとか、あのもちろん中に入れないんですけど、うん、あの例えば生肉とか生魚つけといて洗って素焼きするだけでも、うん、あの美味しく召し上がっていただくことが、柔らかくもなったりとか、あの私のおすすめはししゃもとかも美味しいんですか、食べたことない、ししゃもそのままでも、まあ、素焼き美味しいんですけど、うん、素焼きしても頭も柔らかそうですね、ぬか漬けて焼くと、ちょっとそれでオリーブオイルとかで焼いたりすると、なんかサイズ感の大きいアンチョビみたいな感じになったりして、なるほど美味しいんですよ、なので幅が広がりますね、そういうそのぬかが一つあるだけで料理の幅が広がるとかっていうのが、あのレシピ考えられないとか料理が苦手っていう方にも、あの、ね、美味しく使っていただけるといいなっていうのは、行きたくなりますね、野菜がこうね、生だとちょっと食べにくい野菜とかも、うん、そうやってぬかにつけることで、うんうんうん、ちょっとこうしんなりするから量が入るとか、うんうん、さっきのね、もうなずっと頭にこびりついてるビタミンキュウリになるキュウリ、ただのキュウリがビタミンキュウリになる、これはもういいですよね、うんうん、そういうことでね、なるほどなるほど、うん、でもそういったね、あの手をこう使っていくっていうか、うんうん、そんなところがこれから伸びていくといいですね、うん、合わせてライフプロファイルもぜひ広げていただければと思います、はいはい、ではこの新式法、毎週火曜日ね、また次週16時に会いましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。